俺の父親って誰なの？あらやだ、蓮向かいのところの空き家、昨日引っ越してきたみたいだよ。いいよ。パパも。パパのマーク。戸籍はあくまでも戸籍で、たくちゃんは正真正銘、私とあやちゃんの子。もういいよ。もっと普通に生まれたかった。私にはパパとお父さんがいる。両親が両方とも男だったってだけだよ。そんなん通用すんのはな、お前ん家の中とこの絵本の中だけだぞ。それで十分だもん。居心地最高だもん。私パパとの子供産む。パパとの子供産んだらお父さんとの子供産む。そしたらパパともお父さんとも本当の家族になれるよ。アグミ君からしたら僕が父親なんです。彼はもう子供じゃないんだ。自分がどうやって生まれたかもちゃんと理解してる。だったらどうしろって言うのよ。私みたいなのは子供欲しがっちゃいけないの？その権利すらないの？種なしスイカってどうやってできるか知ってる？自然にできたもんじゃないんだよ。人間が自分たちの都合のために無理やり作ったもの。本当は存在しちゃいけないもの。でも私美味しかったよ、種なしスイカ。